伊達みきよは高校時代に女の子の友達を作ろうという動機で福祉のボランティアに行ったものの、仕事の内容に感動し福祉の会社員を5年間続けた。伊達みきよは見た目の怖さとは裏腹に名前をつけて話しかけるほどぬいぐるみが好き。伊達みきよは16歳の頃からタバコを吸っているが、意外にもお酒は飲めない。伊達みきよは体型と金髪のためマッサージ師にプロレスラーに間違われるが、勘違いされた時には覆面レスラーのマスクド上海と名乗っている。